それを言いたいのです。信仰ではなく、つまりですね、信仰は何より重要です。ええ、信仰なくばキリストの犠牲は無意味になる。我々を救うための犠牲だな。アダムとイブの現在から、しかし悪は健在だ。ええ、その通り。人間が自由意志を授かったからです。暴君に殺された新生児にも自由意志はあるのか。ええ、いや、それはこじつけです。ならば狼に心臓を食い破られた司祭はどうだ。ナザレ人を裏切るよう宿命づけられたユダは。ユダは利用されたという説も。今のは聞き間違いか。修道士ホートバート、聖書を疑うのか。ユダが無実だと。なんと恐ろしい冒涜だ。いえ、そういう意味では修道士チェドリック、私ほど敬虔な神のしもべもいないのでは。さあ出て行け。新しい友人か。発言からその者の心を味見できる。その情報は得てして有益だ。で、顔色の悪いキリスト教徒の味は。言葉のあやだ、エイボル。だがそれにももう飽きた。この顔にも飽きたか。まさか。あえて嬉しく思っているとも。マーシアで古家はシグルドに何かを見出したようだった。力か、あるいは血筋か。奴の望みは何だ。動機については謎だが、それは後回しでいい。まずは君の兄上を探そう、友よ。そうだな。無事に見つかればこの先1万回でも友と呼ばせてやる。それでお前の計画は。この地において我々は異教徒と異端者だ。古家を狩るにはキリスト教徒の助けがいる。古家は聖人とは程遠い。キリスト教徒も奴の思想を拒絶してる。ああ、だが我々と違って民衆に溶け込める。捕虜を連れている身で隠れ続けはしないだろう。それで何から始める。友人ができた。キネベルト修道院長だ。実に敬虔で知恵よりも野心が勝る人物だ。そのキネベルトは何を知ってるんだ。来てくれ、紹介しよう。一緒に話を聞こうじゃないか。一人でいる間に心の平穏は見つかったか。私はいつも平穏で、決して一人ではない。人々の間を危機として歩んでいる。常に人を観察し、研究し、学習している。それが義務であり、隠れし者の使命なのだ。珍しいな、バジン。まるでお前の弟子のような口ぶりだ。アイ様が私を真似たのだ。教え込んだからな。お前たちの教義や信条をか。その通り。そして他にも、何と言うべきか、人類の進歩に対する強い責任感もな。立派な志だ。だがなぜシグルドを重要視する。寛容な男ではないぞ。ああ、だが君の兄上は特別で重要だ。彼にも自覚してほしい。それを示したいのだ。祝福されし土地ではないか。神の御国だ。このエデンは神の従者が手入れするべきだろう。キネベルト修道院長、この前話したノース人だ。ああそうか。実に恐ろしげな姿だな。フルケというパラディンを知ってるそうだな。いかにも。レディ・フルケは一月ほど前にここを通った。共に語り酒を飲んだぞ。好感の持てる女性だ。そいつはどこに。エイボルは斧だ、修道院長。木だろうが敵の手足だろうが切ってくれる。何を約束した。些細なことだ、エイボル。ちょっとした問題があって力を借りたい。はっきり言ってみろ。釣り合う内容かどうか判断する。おお、狼が牙を見せたぞ、バシム。それで、フルケの情報と引き換えに何をさせようって言うんだ。数週間前、ケントの大主が天に召された。大きな損失だ。アルフレッド王は彼の後任を選んだが、
まだ名前を発表していない。それを知りたい。今すぐ。誰が選ばれたかはもうすぐケント中に知れ渡る。なぜ待てない？私は先んじたいのだ。昇格が告知され、愚かな連中が彼の館に殺到する前に親しくなりたい。誰が後任のことを知ってる？王の使者だ。新たな大主に宛てた祝い状を託されている。使者を確保して知らせてくれ。重視の名前を把握したら取り入る方法を考えよう。望みを果たしたとして、どうやってフルゲを見つけるつもりだ？君はケント中の教会や修道院や聖堂につてがあるかね？私にはある。だから必ず探し出す。そして我々は神の子にそぐわない汚れ仕事をする。その使者ってのはどこにいるんだ？タンブリッジ修道院から王の配下が必ず幾晩か過ごすという知らせがあった。まずはそこへ行くといい。大使の名は手に入れる。フルケを探せ。いずれな。さて、話がついた。私は南岸に用がある。フォルカンスタンの魚はウエセックスで一番なのだよ。大使の名前が分かったら、そこでお前を探せ。キネベルトは野心家だが、人脈がある。必ずフルケは見つかるだろう。だといいがな。お前はどうするんだ？もう少しキリスト教徒と遊ぼうと思う。フォルカンスタンで会おう。
ビエフェイワダガ。うん。スリガアメオペナ。スニー。Thank you.
Thank you.
ルフレッドの使者がここに滞在したなら誰か行き先を知ってるはずだ。はい、反対側に回ろう。捕まえに来たのか、それとも何か用か。男を探してる。国王の命でここを通った。消えないと衛兵を呼ぶぞ。どいつもこいつもいい加減にしろ。面倒見切れるか。お前にはうんざりだ。あ、よせ。こちとらゲップすらしたくないんだ。ちゃんと言葉を選べ。面白い言葉選びをする。師匠を知らないか。言葉は大事だ。俺の功労士の師匠は有名な詩人、沈黙の司祭だ。俺とやるか。お前の言葉も知性も粉砕してやろう。え、分かった。俺の負けだ。アルフレッドの使者はどこにいる。詩人と橋の近くの林にいた。猫を処刑してるかのような騒ぎだったよ。歌ってたのか。そうとも言えるかな。何者だ。フラフラと歩き回って。人を探してる。アルフレッドの使者だ。見かけなかったか。はあ、気取りやめ。ずいぶんお高く止まった口を聞くな。お前に教える義理はない。消えろ。話せ。面倒なことになるぞ。
お前にとってはな、私が死ねば何も分からずじまいだ。変なやつだ。で、死者は見たか？見たと思う。詩人のゴワンと泥酔して大騒ぎしておった。二人で出て行ったよ。ほらな、難しい話ではないだろう。もったいつけたな。死者と飲んでた詩人がいた。そいつを見つけて話を聞こう。辺りを調べろ。叫びたりは遠くまで行けないはずだ。おい、生きてるか？忍耐さ、疲れた馬だ。テクテク、ポクポク。酒に飲まれた赤ん坊だな。ほら、頭をすっきりさせろ。何事だ、ひどいことを。ああ、私を起こすとは悪魔か。お前が吟遊詩人か？タンポポのゴワンだ。我が物語は綿毛となり、ウェセックスの風に乗って旅をする。だが、なぜ君は私の頭を揺さぶるんだ？アルフレッドの使者と酒を飲んでたろう。奴はどこへ行った？そうだっけ？したたかに酔ってたからな。この手のひらに小さな銀の物体を置けば思い出すかもしれんぞ。金をやるからまともな寝床につけ。ありがたい。物語は私の通貨さ。それ以外に生きる道はないだろう。もっと真っ当な生き方ってものがある。畑を耕すとかな。単純な労働ね。ありえん。勇士が夜に祈りを捧げ、昼に剣を振るう砦が南東にある。白い崖のドーバー砦だ。話の例に一つ教えてやろう。酒を飲みすぎると頭も言葉もなまるぞ。感謝する、自明の理の解説者よ。あとは一人で罰を受けさせてくれ。死者は南東の海岸にあるドーバー砦に向かった。
死者を殺さず手紙を奪えれば面倒を起こさずに済む。大使に選ばれたのはセドムンドという従者か。修道院長に知らせよう。フォルカンスタンで2人に会おう。